こんにちは。こんばんは。今回は、ウプ主がネットで購入したものを紹介するぜ。たまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。てかネット購入品紹介は久しぶりね。そうだな。まあメガドラミニも Amazon で買ってるからあれもネット購入品といえばネット購入品なんだけどな。確かに。けどいつものこの感じのネット購入品紹介はなんだかんだで一月ぶりくらいかな。そうね。で、今回は何なの？今回紹介するのは、スーファミのバトルテックだぜ。パッと見ロボットものっぽいけどこれはどんなゲームなの？このゲームは1984年にアメリカの FASA 社が発売したボードゲームをはじめとするバトルテックシリーズのスーファミでの作品で、ボードゲームやコンシューマーゲーム以外にもトレカやアーケードゲーム、小説など幅広く展開されているシリーズみたいだぜ。ウプ主が調べた限りだと2018年にも Steam 向けのストラテジーゲームが出てるみたいです。今でも続く息の長いシリーズなのね。そうみたいだな。軽く検索かけただけでもかなりの情報が出てくるのでこのシリーズ自体がどんなものなのかは全然把握できてないけど。まああれです。シリーズの詳しいことが気になる方はご自分でウィキ見るなり検索かけるなりしてみてください。相変わらずのネット丸投げスタイルね。で、このスーファミ版自体はどんな感じのゲームなのよ。この作品自体はロボットものの FPS って感じの作品らしいです。ちなみにネットで送料込み300円くらいだったかな。お求めやすい価格ね。てか FPS ってことはまた一人称視点のゲームなのね。ああ、前回のキングスフィールドさんをプレイしてそういえばこんなのも買ってたなと思い出したので今回プレイすることにしました。ちなみにこれもなかなか難易度高いらしいです。ウプ主下手くそなくせに難易度高いもの買うのはなんでなのかしら。そんなの私が知るわけないだろうが。まああれじゃない？実際にプレイしてみたら案外なんとかなるパターンもなくはないかもしれなくもない可能性もなきにしもあらずだろ。いやだからそれどっちかわかんないから。さてさてコールサイ赤まんじゅうさんの相手はこれくらいにしてそろそろ始めていきます。おい。起動は問題なさそうだな。オープニングでもかしら。いかにもロボットものって感じだな。ってことでタイトル画面です。なかなかかっこいいわね。そうだな。待ってても特に何もなさそうなのでとりあえずデータ残ってるか見てみます。お、データ残ってるみたいね。ああ、まだ電池生きてるみたいだな。特にオプションはないみたいだな。ステレオかモノラルか設定できるだけみたいね。まあよくわかんないけどとりあえず始めてみます。なんか短いテキストだけでいきなり始まったわね。とりあえず家族の敵討ちが目標だってことはわかったけどそれ以外は何もわからなかったな。ここでいろいろ情報仕入れる感じなのかな。そんな感じね。ここはなんだろうな。ここでミッション選んで出撃するって感じなのかな。さっきのバーテンさんがゲイルトンに行ってみろって言ってたわね。なんか報酬の交渉ができるっぽいな。これは選んでるミッションの情報かな。ここでセーブできるみたいね。とりあえずいろいろ回ってみるか。ここではマシンを買ったり整備したりできるみたいだな。全部英語だからよくわからないわね。そうだな。まあなんとなくはわかるけど、どの項目がどんな役割なのかは説明書ないからわかんないな。試しにこの任務を受けてみます。お、なんかドクロマークが出たわね。ここから出撃するのかな。メック選択って出てるわね。このゲームはメックっていうロボに乗って戦うみたいだぜ。お、なんか始まったわね。どうやらこのマップにいる敵を全部倒せばいいみたいだな。ちなみに操作は十字キーの上で前進、下で後退、左右で回転。A ボタンで攻撃、B でジャンプ、Y でレーダー画面、X でロックオンの切り替え、LR で武器の切り替えって感じみたいです。さすがに操作方法は調べたのね。ってなんかもうやられてない。いやいや、まさかそんなにすぐにやられるわけが。もうやられたみたいです。いやだってこんなん無理だろ。なんかやり方が悪いんじゃない？まあとりあえずもう一度頑張ってみます。なんか機体がダメージ受けてない？なんかゲージ赤くなってるし、そんな気がするな。まあでもとりあえずもう一度出撃してみます。大丈夫かしら？やっぱ機体はダメージ受けたままみたいだな。またすぐやられそうね。お、飛んだわね。だがしかし即落とされました。そしてゲームオーバーです。いや、最初の任務すらクリアできてないじゃない。いやー、やっぱ難しいみたいだな。ってことでこのままではどうにもならなそうなので、ネットである程度情報を集めてきました。まあその方がいいわよね。ネットの情報によると、まずはプラクティスモードで操作に慣れるのがいいみたいです。プラクティスモードがあるのは親切ね。そうだな。プラクティスモードでは最初からいろんな種類の武器が使えるみたいなので、ここで自分が使いやすい武器を見つけて本編でどの武器買うか決めればいいみたいです。そのミサイル強いわね。そうだな。ミサイルは敵を追尾してくれるみたいだし、初心者でも使いやすそうだな。ミサイルぶっ破してればある程度は敵倒せそうだな。でもミサイルはちょっと弾数少ないみたいね。そうだな。無駄に撃つとすぐなくなっちゃうな。このマシンガンは弾数多いけど効いてるのか効いてないのかいまいちよくわかんないな。これはレーザーね。やっぱミサイルが使いやすいな。ちなみに B ボタンでジャンプする途中に浮いて、もう一度 B ボタンを押すと地面に着地するみたいです。Y ボタンでレーダー画面に切り替えるとこんな感じです。なんか基地破壊って出てるけど。ミッション失敗だな。プラクティスモードなのに失敗あるのね。ああ、どうやらこのプラクティスモードも慣れるまでクリアするの難しいみたいです。これ当時何も知らない子供が買ったら泣くやつね。そうかもな。ってことでもう一度プラクティスモードに挑戦です。プラクティスモードなのに挑戦ってなんか変な感じだけどね。いきなり近くに敵いるな。撃つ主焦ってミサイル撃ちまくってるわね。ああ、無駄撃ちしてる気がするな。とりあえずは一体倒したけどこっちも結構食らったわよね。そうだな。やっぱミサイル強いな。武器の頭についてる S、M、L っていうのは何なの？それは射程距離を表してるっぽいな。S がショートで、M がミドル、L がロングって感じじゃないかな。SMIS っていうのは近距離ミサイルってことね。多分な。てかちょっと敵多すぎじゃない？ああ、本当にこれプラクティスモードなのかってくらい激しいな。ああ、またダメだったな。やっぱこれウプ主には無理なんじゃない？それは次回の動画を見てもらえればわかります。いやなんで次回なのよ。いやだってこのまま続けるとまた長い動画になって編集もしんどいし。まあほらとりあえずどんな感じの雰囲気のゲームなのかはなんとなくお届けできたと思うし。まあそうかもしれないけれども。果たして次回ウプ主はプラクティスモードをクリアできるのか？そして本編を進めることができるのか？その辺が気になる方は次回をお楽しみに。気にならない方は、次回の動画はスルーしていただければと思います。まあそうなるわよね。ってことで続きが気になる方には申し訳ないけど今回は一旦ここで終わっておきます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。